こんにちは。J ヒットゼロワンの石山です。J ヒットゼロワンの相澤です。本日は、J ヒットゼロワンに置かれているプロテインの、種類についてお話ししたいと思います。まず、プロテインというのは、タンパク質のことであって、運動して、筋肉に対して栄養素を入れて、筋肉を修復して、筋肉を強くしようというものになります、はい、で、まずこのオレンジ色の減量のためにって書いてあるフルーツミックス味があります、はい、これは、体作りに必要な、タンパク質はもちろんですけど、それにプラスしてビタミンが入ってます。ビタミンは、タンパク質の吸収を良くしてくれるので非常に大切な栄養素です。これは、吸収も早いので、あの運動、中だったり運動後に飲むのがおすすめです。はい、で、このピンクのチョコボール味のプロテイン、はい、で、他のプロテインよりも、100g あたりのプロテインの含有率が非常に高いです。なので、体を太くしたいとか大きくしたい人にはすごいおすすめです。はい、続いてですね、こちらですね、魅力的な筋肉のために、こちらは今説明していただいたダイエットや減量目的のプロテインとは少し違って、どちらかというと筋肉をゴリゴリにつけたい人が飲むと効果的なプロテインになっております。こちらの先ほどのプロテインと違うところとしましては、まずこちらはですね、3種類の時間差吸収のできるプロテインです。ホエイプロテインとカゼインプロテインとプラスして大豆のプロテインが入っているプロテインになっております。はい、続いてですね、こちらですね、こちらも今説明したものと同様で、どちらかというと筋肉をガリガリにつけたい人が飲んでいただくと効果が出やすいプロテインになっております。こちらは2種類でホエイのプロテインとカゼインのプロテインが入っていて、速攻の吸収するホエイプロテイン と、持続的に、ゆっくりプロテインが体に吸収されやすいカゼインプロテインの2つの種類が入っているプロテインになっております。ラムネ味でとても飲みやすくなっていますので、ぜひこちらも新しい味になっているので、ぜひ皆さん飲んでみてください。以上で J ヒットゼロワンにありますプロテインの4種類の紹介を終わりたいと思います。皆さんぜひプロテイン飲んでみてください。今回の動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。またねー。